なんかやってる。遊びに来てなんかやってる。じゃあ遊びとか言うでしょ。なんかやってる。わざわざ来たのに、え、何しに来たのみたいな。俺はスーパーオートバックス行ってるものと思ってたもんだって。このクソス。うん、クソ鈴木が。行っちゃったし。まあ例のブツをね、交換するっていうね。例のブツって、例のブツ誰も知らない件ですよ。例のブツだね、うん、決して改造じゃないよ、普通に補修ですが。うん、本当だよ。昨日ピット作業やったけど、あえなく数秒後にダメだったね。その後なんか、うん、ピーちゃん曰く、うん、治ったり治らなかったり。まあこんな、こんなね、こんなことがあるみたいな感じなんで、ちょっとこの動画見てください。あれ、おっとくん事故ったの？事故ったの？じゃあお金がないから今からアップガレージに売りに行くの。あ、そういうことね。そう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 、そういうことね。またあれだよ、おっとくんのあのこのトランクなんか汚いって言われるよ。コメントで黙っとれ。俺の車じゃん。ってことでね、ちげえんだよこれね。なんかね、ようわからん現象が起きるんだよね。まず納車したての時に、うん、そうそう、納車したての時にライトをつけたら、うん、タイヤマウントが勝手についておったんですね。そうだね。で、右が全くつかなかったんですよね。うんだね。で、左はスモールはつくけどブレーキがつかなかったんだよね。そう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 、ライトを消したらブレーキが光ったんだよね。光ったんだよね。なんじゃこりゃと。うん、そう、調べに調べた挙句これね、すごいバラしましたよね、いろんなとこね。出入れバラして、だって全部バラしてるじゃん、ここ。ね。うん。なんかやってあるみたいな。これが原因かや、みたいな。で、じゃあ調べとくわーって言って、石井さんがなんか、グニグニグニってしたら治ったんですよね。そう。あれ？ってなったから。まあ、ええや、うん、みたいな。そうそう。ねえねえ、これ、それの原因がね、これにあるんだよ。これ。これ。これどっちだったっけ。あ、これが古い方か。よし、これにあるんだよ、これとこれ。わかる？この違い。あれ、いいか、合ってるよね。これ、うん、違い、わかる、わかるかな。何が違うでしょう。チッ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 ブブー。いや、俺もう指さしたしね。あのね、これは今までついてたやつで、こっちが、まあ、俗に言う対策品。そうそうそう。何が違うかって、これね、アースが取れないんだよ、アースが。ここにほら、わかる？この中。線が見えるでしょ？導線みたいなのが。これがアースね。で、これアースを、が、ソケットの外側にこう、リベット止めっていうか、こういう風に。またピンと合わないもん。こういう、なるんだよね。うん。なるんだよ、うん、こうかな、うん、こういう風になるんだよ。老眼か。老眼だな、この携帯。で、これが対策品で、これなんかそれが分かるまでこれだけで3000弱したって。いやでも 今、ね、今でも1本ね、今でもこれが、うん、無償じゃないの、俺からするとおかしいな話で。うん、鈴木さん、ちょっとこれダメだよ。普通対策品なんてタダでやるもんで、うん、うん、だから多分無料なんちゃらキャンペーンだよ。で、シルエット変えてよしにしてると思う。これのせいでね、いろんな、もうめちゃくちゃバラしたしね。うん、あげくなせに今じゃ、ライト消してもほぼつくからね。おっだから結局、ここに大元に配線が来てるから、そうだね。一発目がダメだと全部がアウトになるっていう。そういうこと。だからね、今からこの、これをね、その症状はね、取れてないからわからん。とりあえず、わかりやすいのは、うん、メーターを、が、ブレーキ踏むとメーターの光が減光する。うん、で、なんか、ホワンってなんかライトのマークがつく。そうだね。
うん、で、スモールつけたみたいな風になるんだよね。なんか薄ーく光る、うん、で、あとなんだっけな、ライトつけた時に、うん、あのインジケーターだよね。なんかライトつけた時に、全くメーターが減光しない。このだから草明かり、俺の時はこのマークがほんのりついてたんだよね。あ、つきますよ。ふん、うん、ふわんってつくんだ。ふんってふわんってつくんだ。ほんと、そんな感じ。そんな感じなのよ。うん。だから、これを変えてね。これを変えて、じゃあ、まあ多分治ると思うんだけど。治れなかったらクソめんどくさいね。入院しなか、入院、うん。今なら定価、500円と消費税です。こいつ。1本ね。だから、まあ、この方でお困りの方は結構いると思います。いると思うけど、昨日もこれあれじゃないですか、この次の方の車、うん、もう同じ現象になってましたからね。あのスモール点灯、ブレーキ踏むと消えるみたいな。あー、なるほど。じゃあこれなんでまだそもそもこの形なの。めんどくさいんじゃないですか。コスト全部同じってことだよね。そもそもこの形っていうのがよくわかんない。今だってね、ウェッジ級じゃん。めんどくさいんじゃないですか。うん。まあとりあえず、まあああだこだ言ってないで変えてみようか。そうですね。ね、変えていこう。そのためにわざわざ来てるんですよ。そう、来ると思わなかったけど、いつ来るんだろうなと思いながら、まあ変えよう、変えよう。とりあえず変えよう。だけどね、手順的にまずいや昨日の動画でもこれ出た気がする。もう今日出すかな、ね、これ。待って、昨日何したんすか。昨日 HFD つけた。ああバネ切りまんじごうの思うと思うんですよね。やっぱこれですね。なんでこの黄色が違うの、さっきと。まあ、とりあえずしょうがないでしょ、これ絶対前の前のオーナーギャルですからね。前のオーナーさん絶対ギャルですから、ね。まあ、あのハードディスクの内容を見ればわかる。ビッグバンに始まり、あーね、あったね。そう、加藤ミリアが入ってて、高田久美が入ってて、ソナポケが入ってて、確実にギャルですね。ギャルかどうかは知らんすけど。まあね、まあ、分からんけど、まあ、まあ確実に女だと。ぽいね、ぽいね。だって男でソナポケあんまりね。そうだね。あ、てか若干切れ気味や。それは切れてますね。ああ、変えまーす。これは。多分無理するからですよね。片方切れてたら片方も絶対切れやすくなりますもんね。よし。よいしょ。わかるかな、これって黒くなるやつ。これ切れてん。てかもう多分プラプラーンってなってた。焼けちゃうんですよね、過電流で。これ新しいやつ。で、あ、さっきの。これは極性なしだから。本当は T16 だけど T10 っていう裏技裏技しないけどまあ明るいからいいやつって。でとりあえずでこうやって入れ替えてって。ごめんなさい、映ってなかったですね。あー、ごめんね。これまたね、これほらナスキューもいろいろあるんだよ。こう分かる、対象と対象じゃないやつがあるんだよ。最あれでしょ、非対象のやつでしょ。そうまあそれはね、うん、見れば分かる、ね、見れば分かる。はまらんはまらんっつってね、よくイボチンとかプチッて切ってたりしてた昔ね。そんなことはしないですけどね。まあ、あの量販店で買うときはちょっと、ね、注意しないと、うん、ちょっとナスキュー持ってくるね。ディーラーとかだったらあのこの玉があのなんていうのダース入りでおろしてもらえるから何とでもなるんだよね。
チンピン。わかるかな。もうあからさまに右側がね、ほら、うん、色が違うでしょ。うん、なっちゃったわけ。これで。でも、いまだにこういうやつって LED ならんのはやっぱりあれですか。あのこれを作ってるメーカーを生かすためですかね。なんですか。だって LED って基本海外製じゃないですか。ね、基本的に、まあね、コスト安いし。間違えだった。間違えですか。そうそうそう。と思いません。思う。そう思う。だってナンバー灯ぐらい LED で良くないみたいな。うん、でも未だにハロゲンじゃないですか、うん。やっぱりそういうメーカーを生かすためなのかなと思ってる。困るだよ。でも作ってるとこ一緒だからね。どうなんだろう。会社一緒じゃん。電装さんでしょ大体。めんどくさいっすかね。なんじゃん。ええわハロゲンで。ね、調子乗んなっつ。であとはもしだけだね。これなんならテールの形で大体バレるっていうね。うん。まあまあこれは別にいいんだけどね。別にナンバーさえ映らなかったら。そのため、ナンバーは、外してあります。わざわざ軽乗車封印ないからね。そう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 。あれ入らんじゃんこれ。さっきもこんなんだっけ。買ってんじゃんねこれ。たまに俺違うのかなと思う。違くないからね。あったで、なんかオット君のテール外すの、オデッセイもこれもだけど、動画出してるね。そうですね。うん。動画出してるねって、これ動画出る前やけど、動画出してるね。なんだかんだ、テール変えてるね。いや、これは別に変えなくて変えてるわけじゃなくて。テール外してるね。なんなら別にこれね、サービスキャンペーン対象者だから、うん、ディーラーでもいいんですけど。なんでこれで金出さなあかんだって話でしょ。そうそうそう。このハーネスのために。いやでもこれはね。ねえ、あの、後続車に迷惑がかかるじゃないですか、今。そうそうそう、現状、やっぱブレーキランプっていうのは。うん。確かに。戻しまして。そう、玉切れはあかんよ、玉切れは。ちゃんと定期的に計測、あの、チェックしましょうね。うん。たまにいるよ、ハイマウントしかついてないやつとか。いるいる。おいみたいな。多分つくともあるけど、つける前にあのテントチェックだけしてね。テントチェックだけして、まあ、これはちょっと映せんねんけどね。映せんだけど、うん、まあはい、じゃあどうぞ。そうね、鍵ある。鍵車の中置いてます。ブレーキ OK、 バック OK、 スモール OK、右 OK、 左 OK、 ハザード OK、 治った。治った。こんな感じ。治ったって言いながらこう、こっち映ってるんだけどね。うん、治った。石井さん、パクったらいかんすよ、車。一応、ほら、プライバシー保護のため、ナンバーは、マンジって書いてきます。裏書き。ほら、イーシーさんはね、手抜いてここ洗ってないの。俺でも随分、ここ外しとったけんね。こんな汚れねえよな、でも。普通汚れんすね。ね。まあ、手は抜いたってことですね。手抜いたってことですね。はい、じゃあ、そういう感じでございました。そう。ハーネス変えるっていう。ああ、そうそう。すでにシートカバーを変えたね、この間ね。ああ、そうそうそう。これね。ようやく届いた。そう。うん、後ろから、じゃあ、いや、またね。ちょっと、まあ、こんな感じ。いいね。これがいくらだったかな ?2万しないよね。安かった気がする。うん、だからちょっとねっていうのはあったけど、うん。
あ、これ、え、ハンドルカバーこれ合わせたんだ、ほんで。いや、なんか、たまたま？なんとなく合わせてみた。あ、合わせて、合わせてみたんだ。へぇ。うっ。そりゃそうでしょ。いいじゃん。滑る。あ、ってな感じで。ってな感じで。夫くんの何時号の、対策ハーネスを変えてみたでした。では次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、夫くん、さよなら。さよなら。さよなら。